どうかメスターズです。それでも調子が悪くなってきたと。物を扱ってほしいということで、この人のアイテムを、実は筆跡解除のために、先ほどの個人のところですね、女の子に、絵本を探してきてほしいということでお願いされるので、これを、渡してあげる必要性が出てきたりします。トランとかは問題なさそうなんですけど、ルーベンが疲れて体調不良になってしまうんですね。この呼吸は衝撃もある。斧を作るのに木材が5個と、あとは銃が残っていく必要なんですね。今は、そうだな。これがいいな。暖炉。対象を施した暖炉を作ります。と、ルーベンと、アニアは寝ている。で、ゼガンには、この、回収したダムを、ここに、リブを入れてもらいます。で、しばらくは、部屋が、かなり暖かい形になりますね。あとは、ここの回収をしてもらいます。それ大丈夫かな。そろそろね、ここのウィングも壊れてしまうんですけど、もうすべて回収を終えてますね。下も終わってる。下も終わってますね。完成度が、火で、脆くなってきたために崩れ落ちてしまったというところが、これだけ大さが一つ失われてしまったという可能性の知らせが、だから前から流れてきました。元気になったので、ミッションの確認をしていきます。
一回暖炉を作ったので、その更新済みになってますね。ここで持ち上がった品物を集め、コレクションを相手に移動するということで、右側のウィングのアイテムはもう全部回収したはずです。あと、ま、ここにも出るんですけどね。ここはもうないと。作業性も危険だということで、アイテムを使いそうなんで、まあ、この絵本をね、子供が欲しがってるので渡さざるを得ないところなのかなと思うんですけども、よいしょ。作業場を作るためには材料がもう一個必要ですね。ただちょっとそろそろ爆撃を受けてしまうので、本当はラジオとか作ってるんじゃなくて、作業場作って、食料とかそっちの方に、当てた方が良かったのかもしれないんですけども、まあ今、燃料入れたので16両という、その高い快適なものになったですね。うん。特にやることないんで、一旦これで1日を終えます。大丈夫みたいですね。そうですね。次は、探索で、レーベンにはタイプフルマンで出てもらいます。マンは警戒してもらいます。次は、そうだ。もう一度、個人で、いろんな物資、アイテムを回収してくるのがいいと思います。この辺も、まだ行かないといけないと思うんですけども。まず個人に行って物資を回収していきたいと思います。スタート。バールとかは特に必要ない。全く何も今回は手かずに出かけます。もう何も手かずに出かけます。はい。よし。まあ、上から行こうかな。最高用のトンネルを使って子供たちを逃がすんですね。おそらくベストエンディングは子供たちを逃がしてあげるのがベストエンディングになると思います。
くかな。この子が、先ほど女性が、保管してほしいということで、言っていた、まあ、コレクションを持ってきてほしいということだったんで、この子のためにそのアイテムを持ってくると。で、ここで一旦ゲームのアイテムを置きます。まあ、上のアイテム、上のアイテムを置くしかないんですけどね。しかも上にはないバッテリーかな。この、部分のアイテムも全て回収と思いました。そういうことでいいかな。あ、切れましたね。で、残るはこの2箇所だけになります。上の部分で椅子を、また何とかで壊せないかというような回収さがあるのではないですね。で、必要なものの確認なんですけど、そうですね、今回は、次に爆撃等を受ける可能性があるので、少し多めに木材をやっていきたいと思います。あとは、新回収ですね。お水はあったんで、特にいらないと思います。ただ、斧は他、作るために部品、歯車本当は持ってきたいなぁ。菜とか持ってないね。菜と包帯は持ってきたいところですけど、今は必要ないかな。私、近い、来るときに、この辺を持っていければいいかなと思いますね。ですね、今回ちょっと、炎、ここも、回収するのに、実際に行かないかな。よ
16個。1、2、3、4、5、6、9、12個か。これぐらいあればいいかな。そうですね、これぐらいあればいいかもしれないですね。まあ、その日があってもいらないと思う。じゃあこれで今回はこう、払っています。11日にですね、奇数なので、ご飯をみんなに食べてもらいたいと思います。予期された。特に言われるものは何もなかったですね。追い払いに、卵を2つ作りました。話すことはなさそうですね。すると疲れてるアニメを見てもらいます。ソランも、警戒をしていただいたので寝てもらいます。ルベの方は体調不良の方が多かったですね。なので、ルベの方にちょっとご飯を作ってもらいます。10個、野菜が1個、水が4つ、食料が卵の食料6個の子、あるので、そこそこいいですね。まずは、ルールにご飯を食べてもらいましょう。その後、お庭に食べてもらいます。回収済みの作業はということで、材料が14個、歯車があるんですね。そうだな、次。うん。お肉とか、食料は、必要になってきそうなので、アップロードしていきましょうか。制作。で、決めてもらいます。ヨランでは、食料を作ってもらって、で、その上で寝てもらいましょう。水が40個もあるのはすごく助かりますね。あと燃料もまだ9個もあると燃料も問題になります。ソランにはご飯を食べてもらいます。で、ここで小動物を、お肉にするための罠は作りたいんですけど、残念ながら、機械部品が足りないということですね。今日は、タバコ、もしくは野菜を作るのにも、材料が全然足らない。タバコはね、まあ、気休めみたいなもんですけど、ルーベンとフランが必要なので、材料が持ったまま、残念ながら作るんです。で、フランにはなってもらいます。
ルーベン。タバコはないけど、大丈夫ですね。そうですね、特にすることがないので、少しだけ。また、やはりというか、バグっていうのと共に会えるようになって、ここに話すことないかなとかも、良さそうですね。燃料が2個と1個なんですけど、まあ、プラス9力高いので保っています。2個ぐらいでこのまま。燃料が1個あるので。で、気になるのが怖いんでね、なるべく燃料は削らずに使っていきましょう。13、4、15。15度まで上がれば十分です。で、温度も確認できないと、大丈夫で、何か気をつけないか。まあ、楽しい状況はなさそうですね。では、今日の一日も一応終える形になるかな。今日の一日を確認してみましょうか。材料が19個、木材も19個ですね。まあ、ここは、削りそうなので危ないっていう感じですね。ここは、いいのかな、まあ、結構見せないもんね。まあ、特にこちらに作るものはないです。まあ、ノコギリも。ここ持ってるので。ですね。よく見える。私たちの木材。炎を使って。で、まあ、木材を得たいところではあるんですけど、そうすると、今を作るために、炎を作るためには、木材が5個必要なんですね。5個以上は、次、多分壊れると思うんですけど、あと部品が、よく見たくないな。ちょっともっと一緒か、入れておきましょう。で、これでまた15度を保つはずです。6秒まで上がりましたね。私たちの持ち物はここに。ここに。ちょっと燃料が少なくなってきましたね。ここに燃やしてないかな。
今日は一日を終えます。これで一旦寝ます。あ、一日終わります。行動してもらう形にはなるんですけれども、うちもネットでも出るということで、ゼラントルーデに優先で寝ることで寝てもらいます。12日目ですね。爆撃のさなかに、盗賊みたいなことをする人はいないと思うので、静かなので、ですね。で、今、爆撃を受けて、この場所から避難しなくてはいけないという、ミデナの決断を受けて、まあ、少し、アニアが驚いていると。で、今、もう、爆撃を受けたことで、発表しなくてはいけないところがいくつかあるので、まずそれを分析的に発表していきます。と、あと、回収ですね。材料が5個と木材が3個ですね。製作。これも制作。まずはこれを箱の中に入れて、大事に保存していきます。こういうところから作業をしていったらいいと思います。これもこの中に保護する。もう一度保護していきましょう。ここと、ここか。そう。いけないのはここの補強ですかね。回収ですね。ちょっとみんなリューベンとゾラに関しては、寝床で寝たので、特に、ステータスは問題ないんですけど、アニアって、ベッドで寝てないので、少しまだ薄くなっていて、リューベンに関しては、こちらの回収をしてもらいます。
る。そうですね。で、左の、コレクションは全て回収した形になります。ゾランはこの回収をしてもらいます。物資がないんで補強はできないと思うんですけれども、一応確認のためにします。はい、材料が残念ながら結構足りないですね。木材は10本あるので、大丈夫ですね。材料が結構必要。これだと、3個必要なので3箇所は補強できますね。木だと、3箇所やるんであれば15個ですね、必要になります。で、今日は12日なので特に問題がないんですけど、とりあえず、ルーベンの方には、消耗品がそろそろなくなりかけてきてますけど、いつかな。残り4個。ちょっとここから少し削っていきたいかなと思います。一応、コレクションも全部、回収し終えましたね。ではそうですね、特に回収するものはないです。協力したことによって、みんなで協力したので全てのコレクションの回収が終わりました。今回収できるものはということですね。で、ちょっとここで確認します。子供たちを助けるはまだですね。今に向けてクラックを準備をすると。コレクションにそこに移す。ある程度のものはすべて移せました。次ならなくてはいけないのは、ここの補強ですね。今は12度だと。まあもうこれは1個足しちゃいましょう。これで、14度ぐらいまで上がるかな。まあいいでしょう、これで。一日を終えます。次に、鉄道駅が出てきました。アニアには探索をしていただいて、ゾラン、ルーベン、このどっちかに、警戒をしてもらいたいと思います。まあ、ゾラン、まあ、おじいちゃんなんで、まだ行ってもらいましょう。ルーベンに参加してもらいましょうかね。では、アニアには、鉄道駅の方を探索してもらいます。で、こちらに関してはですね、特に、
瓦礫とかはないので、5ミリと、バール。これを持ってきて、また材料の確保と、木材の確保ですね。これらを優先的に回収していきたいと思います。では始めます。このジャンプは、切って壊してもいいんだけど、ちょっと怖い。手元の、手前にあるところからどんどん回収していきます。奥ですね、奥上。スムーズでいいですね。で、バックパック。ノコギリが1個なくなる形になります。で、一応、多分、先にここに降りて、この場所に、ノコギリ以外のアイテムを全部置いていった方がいいと思いますね。落とす。落とす、落とす。水にしたいので、タバコの巻き紙は全部置いておきます。あと一個一個に書くだけなんですけどね。で、全て落とす。で、今日12日で、明日ま、朝が13日の数なので、アニアとゾランとルーデンにはまた食事をさせる必要性があるので、先ほど、途中で回収して今このところに置いた缶詰を置いていくかもしれないですね。ここはトマシにします。ここはとても確か何もなかったので、ここに物資を回収します。
と全部は取れなかった。ちょっと欲張らずに食べてみましょう。で、すべて落としていきます。大体集まりましたね。で、ここに移動するとイベントが発生します。ここのトンネルを通じて子供たちを、逃がしていく形になるんですけど、一応それはまだ高いということでご了承ください。ここを通るためにコレクションの一つをですね、渡せざるを得ない。ただでは残念ながら、こうしてはくれないという話です。よいしょ。もう3分20分だ。ただまあ。性格、おっとやばいな、時間がない。時間がない、時間がない。ちょっと遊びすぎましたね。大丈夫かな。ギリギリですね、これは。まずいな、まずいまずいまずい。ちょっとまずいな。ちょっと時間を押しちゃいましたね。ワールは必ず必要で、木材、木材を得るのは結構厳しいと思うので、木材を優先的に持っていきたいんですけども、1,2,3,4,5 個か。そうですね。これを持っていくしかないかな。1,2,3,4,5。食料。どっかで今まで回収すればいいかな。食料持っていくか。これが一番ベストですかね。もう時間押しちゃってるんで、多分時間内には戻れない。Yes.